真の侍を決める今宵、一撃をたる栄冠を求めし猛者ども、ここに集え。何が起きても動じないパチマガ一クールなイケメンパチンカ、パチンコ攻略マガジン勇気。同じくパチマガからの侍、普段は甘いものには目がない可愛い女の子、しかしいざハンドルを握れば勝負師に変貌。パチンコ攻略マガジンポコミ、ジャンマリドット TV の特攻隊長。この男が打った後には草木も残らない。ジャンマリドット TV ゲン。パチンコ発祥の地愛知からやってきたガチ盛り天然シャチホコ娘、ジャンマリドット TV 桜銀蘭。いざ決戦。というわけでいよいよ始まりました、今回大地さんの最新機種パチンコ CR ラストサムライを対象に一撃を決めるという戦いなんですけれども、ここでまずは今回のルールをご説明いたします。制限時間は3時間、勝敗は本機最大の魅力である合戦ラッシュ時の一撃出玉数で勝負。一撃の出玉数勝負なので最後の最後まで逆転のチャンスがあります。大当たり2回連続で合戦ラッシュに突入しなかった場合はミニ罰ゲームを受けていただきます。実戦終了後最も一撃出玉数が少なかった侍には恐怖の罰ゲームが待っています。なるほど。何やらされるんですか。それは言えねえな。罰ゲームですよ。罰ゲーム怖いんですけど。報いを受けるんですよ。なんで原作。あとは、視聴者の皆様へプレゼント企画も用意してます。視聴者の皆様には勝利者予想をしていただきます。予想的中者の中から抽選で5名様に番組オリジナルクオカード500円分をプレゼントいたします。なるほど、はい、いいじゃないですか。素晴らしい。そしてさらにさらに、通常時にこちらの指定演出を出した場合当選人数が増える仕組みになっておりまして、皆さんの頑張り次第で視聴者の皆様にプレゼントできる数が変動しますよと。だから皆さんは自分の名誉と視聴者の皆さんのために全力で頑張ってください。え？なるほど。なるほど。はい、だから皆さん自信のほどはいかがですかっていうところなんですけども、はい、まあ、順番にね、ランちゃんから自信のほどは。いや、もうこんだけ着込んでかなりもう侍気分なので、もう負けるわけにはいかないです。おお、やる気満々。絶対勝ちます。弱そうやで、めっちゃめっちゃ弱そうや。めっちゃ強そうじゃないですか。今日真っ先にやられそうな感じ。胃、の一番間違いなく。まあ、そんなチャチャを入れてるゲンさんの自信は、うん、そう言うても、ね、これチームじゃないんでね。そうですね。そうですよね。一撃を決定するんで、はい、一撃と言わればやっぱゲンみたいなところありますから。え、はい、シーン。一撃王になると。やります。絶対の自信がある。はいはい、まあ、ジャンバリドット TV の2人はこういう意気込みですけども、続きまして、パチマガのポコミちゃん、はい、意気込みは。私ですか。いや、もう全然負ける気しないですね。おお、自信満々。いや、本当一撃といえばポコミなんで、本当に、うん、パクリやん。はい、いや、今なんか一瞬どっかで聞いたなと思って。正直ポコミなんで。うまいこと出し抜かれた。舐めてもらっちゃ困るんで。おっていう感じですよ。ほんまですか。はい、頑張ります。満々と。じゃあ続きまして、ゆうきさん。はい、どうですか今の4大演出っていうのは。はい、何回出してもあれですか。もう何回出しても、一人で何回出してもそれだけ視聴者の皆さんにプレゼントが増えると。あれってやっぱこのゲームで大当たりの鍵を握る重要な4大演出なんです。そうですね。はい、なのであれを出しまくった人間が、はい、今日の勝利に一番近づくと思うんですよ。じゃあ、4大演出を出しまくると。出しまくって僕が勝ちます。はい、なるほど。では皆さん自信満々ということで、それでは実戦の準備が整い次第合戦を開始したいと思います。パチンコ CR ラストサムライ一撃王決定戦スタートです。はい、皆さん準備の方は大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。大丈夫ね。それでは改めまして合戦スタート。頑張る。頑張ります。
早くってよし正解します。はい、というわけで、まずは、私の方からパチンコ CR ラストサムライの基本的な基本情報を簡単に説明させていただきますと、まず大当たり確率は 199.8 分の1というライトミドルスペック。最大の魅力である合戦ラッシュに突入するとなんと継続率は 77.5%。 さらに約2000発の大当たりを搭載しておりまして、合戦ラッシュ中の約2000発大当たりの比率は 75% と他のライトミドルでは考えられない一撃性を搭載しているんですね。でさらに合戦ラッシュ中には加速装置というものが発動し、高速変動でストレスなく楽しむことができますと。で、まあ、それぞれの、ね、詳細の方はまたその場面場面で、まあ、紹介の方していこうかなと思うんですけども、主君に使えるものとは何だろう。あ、元気、ちょっと待ってください。あれ、え、何あれ、ポコちゃんの方に。あ、激励とかって。これもしかして、激励、4大激圧の1つですけど、そうなしたんですけど、やばいやばい、そうなした、まず1回出した。早速、激励予告。これは4大演出の熱いと聞いております。4大激圧の、はい、続けば続くほど期待度が高くなった。で、背景の色にも注目みたいです。赤になると相当チャンスっていうふうに聞いておりますけど。あ、なんか始まった。おし、続いてる。これ何連でも続くらしくて、あ、赤になりました。赤まで来た。ここステップ赤です。来たんじゃないですか。これ最終5段階まで行くとこれ大チャンス。まだまだ行くぞ。今4ですね。これちょっとめちゃくちゃ続いてますね。こっちも激励来た。あ、マジですか。八幡がチーム2人揃って激励予告。後期、後期来てる。しかも最初から緑なんだけど、背景が。え、ちょっと待って。で、どんどん奥に行くごとにこうちょっとチャンスのリーチに行くみたいです。はいはい、これずれればずれるほど継続します。オールグレーン。あ、すげえ、赤になった。あ、一応赤、2人とも赤まで行きましたね。まさかこれめっちゃ熱いんですけど。さすがに2人とも激励予告が出たとなると、どっちがかは当たってほしい。ちょっと今もう疑似連回数何回か分かんないんですけどいや、もう私も分かんなかったです。うわー、後期の文字が赤い。しかもこれリーチロ、あ、月の色にも注目してください。これ今は通常赤満月だと大チャンスになります。え、とりあえず多分発展すると思うんですよね。うわー、テントウムシ来ました。テントウムシ、テントウムシ、テントウムシ、マジでヤバくなんだけど。これユーさんの方にテントウムシ柄からのからのからのログが落ちて、これリアル CG リーチですね。よしよし、あ、出た、4大激圧の1つ。ポコちゃんの方にロゴヤクモの&ホワイトタイガー。はい、これリアル CG 系来ましたね。これ脱出、しかもこれ一番リアル CG の中では一番期待度の高い脱出です。カットイン、おお、カットイン赤い。いや、でも私も相当熱いんで。もらった、よっしゃ。順番的にまたポコちゃん、今何回続いたんだろう。あ、赤いきました。これもう当たりますよね。ゆうきさんの決め顔でちょっともう当たりを確信したんですけど、いや、私も絶対当たるんで。これゆうきさん当たりましたね。当たりましたよ。なんだと、ヘッドサム知れましょう。さあ、まずはチャンスの中で揃ったので、この一撃チャンスで変われば、ほら、忙しい、ちょっと忙しい。出た出た出た、当たりました。当たりました。ちょっとパチマガチーム強すぎなんですけど、ちょっと激強ですけど。パチマガチームがなんと先制。一撃チャンスでね、やっぱりまずはポコちゃんが当たって、その図柄が合戦ラッシュに入んないと図柄は変わらんと。これ当たっても2回連続で入んなかったら罰ゲーム、逆に罰ゲームなんですけど。やばいやばい、それやばいよね。敵の火力を逆手に取ら、位置につけ。さあ、これでパチマガチームは2人とも当たりを引いて、さあ、そういった中にランちゃんの方も激励予告。私も激励いきました。テントウムシがボタンでした。まだまだ行くぞ、まだまだ行くぞ。
こっちもオールグレン。もうこれ当たりますよ。ランちゃんのオールグレン。オールグレン。四大演出、心を描くものが完成すると、実写化リーチに発展しますと。闇からの襲撃オールグレン。いいんですよこれ。あの2回に図柄が揃えば2回に1回以上は活性なし突入するんで、はいはい、まだねこれチャンス残ってるんです。ラウンド終了後に、はい、突入するこの反撃チャンス、反撃チャンス、はい、おチャンス3回あるんですけど、はい、ボタン演出で活性ロゴ完成すれば活性なし、ただ赤いと大チャンス。背景の色が赤いと。さあ1回目は失敗しましたが、あと2回、あと2回あります。あとねこのロゴ、はい、合戦ラッシュのロゴの大きさ、あ、でかい、でかくなるとチャンス。ちょっと熱いんじゃないですか。あ、私も反撃、反撃、あ、やべ、大丈夫、ラスト1回。さあ、あとボタンの大きさとかロゴも大きい、色にも注目してください。絶対行く、全然チャンスっぽくないですよ。よっしゃー、私超ダメそうなんですけど。いや危ない、突入。ゆうきさんは合戦ラッシュに早々に突入と。お願いします、はい、ちょっとでかいです、でかいです、加速装置お願いします。ちょっと順番に行こうかな、次ここパコちゃんね。ちょっとなんとかパコちゃんが反撃チャンスで赤背景でラスト1回ラッシュ中。でかいです、でかいです。あー入らず、保護に罰ゲーム食らえって。なんで先輩ですよね。いやいや、味方、今日味方じゃないから。やったリーチ、そうですけど一応先輩じゃないですか。罰ゲームリーチ、罰ゲームリーチ。さあこれでパチマガチームは2人とも当たりを引いて、ゆうきさんのみが合戦ラッシュに突入と。俺はもらいましたね、もう。ランちゃんの方は大当たりして、その後反撃チャンスに。大丈夫、あと1回。ほら、赤になった。やばい、やっぱりね、これ張りましたね。いや、赤はいつもらしい。あれ？マジで？あ、やばい、これが一番やばいパターンです。あらら、これ大村っていう。マジで？割れたらやばい。おー、危ね。大村が出てきた場合のみ、はい、敗北の、あ、敗北というかね、ラッシュ終了のピンチになります。なので、はい、大村が出てこなければ、来ない演出は全て安心。あ、やばい、今そのまさにやばいパターンが来てしまってる。これで大村が出てきちゃうとやばい。お、これ大チャンス、宇治を。こうなった時点で、はい、もうすでにあの馬に騎乗してるのが、はい、まあ、味方だった場合は、はい、これ勝利の大チャンス、大当たりの大チャンスですね。合戦ラッシュ終了はもう回避できたっていう、うん、これは心配ないです。で、この選ばれる技というんですか、はい、これにも注目してください。よっしゃ、おお、来ましたね、当たりましたね。ゆうきさんは合戦ラッシュ中に心を描くものが完成したので、もう16ラウンド当たり約2000発と。16ラウンド、まあ、75% ですからね。
ファート、ファート当たったし、しかも3やし、おいマジでゲンさん、いつの間にめっちゃ弱かったと思いますよ、多分。赤保留で赤保留だったっけ。いや、違うの。びっくりした。おい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 、全部16ラウンド。ラストサムライ、ラストサムライ、すごくないですか。この間に、なんとケンさんが三度つがらで大当たりと。右打ちしてくれ。ケンさん、何か予告してたんですか。正直、あの他の人の見てて、自分の見てなかったけどね。まあ、負けも熱くなかったと思いますよ、多分。後で見てください。でも、ゲンさんは3と7の図柄で当たった場合は、あの合戦ラッシュ確定なので、もう合戦ラッシュ突入と。合戦ラッシュ突入、加速装置発動。オールグレン、オールグレン、オールグレンが来てたので、大チャンスだったんですけども、いや乱射、もういただけですよ、まあ、ここで焼くものがない、いただき系ですよ。ゲンさん、右打ち入ってたんですか。いや、もういつの間にか当たってたの。全然分かんなかった。密かに引いてるのやめてもらう。八幡さんを見てる間に当たってたんですよ。だから、ほんまありがとうございます。さらに3、ほら2000発ゲット。さすがライトミドルということもあって、わちゃ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 と。いや、やっぱ早いですね、ライトミドル。当たりは早いですね。大当たり確率甘いんで。合戦ラッシュ中は加速装置が発動すると。これね、見てください、こう。凄まじい速さですよ。はい。で、この加速装置が発動すると、1変動あたりの速度がなんと、約 0.168 秒、 1.68 秒じゃなくて 0.168 秒。で、変動停止時間が 0.5 秒っていうのも含めても、1変動の時間が約 0.668 秒と、1秒にも満たない速さで変動していくと。緑保留でいきなり周りが赤くなりました。金セリフ、金セリフ、あった、金セリフ。それも全然激アツだから今テント無視、頑張って、かなり期待していい。あ、はいはい、あ、テント無視、テント無視ボタン、しかも突撃に赤くネットワーク4体撃圧出しました。しかも見てください、タイガーも出しました、今フタも出しました。ゲンさん、ゲンさん、また激レン入りました、はい、また大出費ですよ。マジですか、なんで常に僕を呼ぶんですか。リアル CG 系だったんです。さっきから思ったけど、ジュジュですよね。敵だからね。いや、多分ジュジュ呼んでるんですよ。ジュさん呼んでる。俺か、俺か、結構出たし、すごいよ。来ましたか、激レン。激レン3回目です。これも緑でしたけど、さあ、激レンがすごいいっぱい出てくれたおかげで、もうすでに3人当たってて、あ、さらにロボヤクモのホワイトタイガー落ちました。続々と視聴者プレゼントの当選人数が増えていってます。ランちゃん、図柄1っすよ。お、テントムシが。でもこれ当たって外したら罰ゲームですよ。あ、やばい、これは当たりますよ。ちょっと待って、待って、3か7で当たったが一番いい。ただ私これピンチなんですよね。これで私ラッシュ入んなかったら私当たった罰ゲームなんですけど。あ、先に先にイケニエがやばい。いや、私入るんで、イケニエが、いや、ラッシュ入るんで。いやいや、そうっすか、そうっすか。あ、もう終わった、これお願いします。ココちゃんはとりあえずチャンス図柄での大当たり。これどうなん、これで、ゆうきさんが今ピンチなんですね。超ピンチです、これ。あ、ゲートがよかった。はい、敗北の可能性がオーブラーエース、はい、なんかでもさらに攻撃のパターンが、さらに危険度が一番やばいパターンですね。ゆうきさん、じゃあ終了、終了で、あ、負けた、負けちゃいましたね。まあ、負けてしまっても、まだでも、まだ、はい、これボタンで扉をこじ上げることができると逆転勝利になります。いけ、あ、いや、負けた。何発ですか、2000、2548ですね。2548。え、終わりですか、ゆうきさん。終わりなんですけど、ゆうきさん、はい、終わりですか。さあ、でもここでまだあるんですよ、この
ですね。活性マッシュ終了時にも反撃チャンスに突入すると、まだ諦めない。1回目から、でかいロボが大きい。ほら、これ3回で、はい、ギミック完成すれば、ここでギミック完成すれば、はい、また活性ラッシュに復帰できるんです。あー、でもちっちゃくなっちゃった。残り1回、最後に赤になったけど、頼む。あミニ罰ゲームまで首の皮一枚。大丈夫、絶対大丈夫。最初からあった背景だったし、絶対大丈夫。あれあれあれ、あれあれ、もう一回あんのチャンス。わかんない、わかんない、左打ちしてて、はい、左打ち。というわけで、ポコちゃんが大当たり2回連続して合戦ラッシュに突入できなかったというわけで、苦いセンブリ茶を飲んでいただきます。結構私4大激アツ出してるんですけど、貢献してますけど私。いやでも結構皆さんに、でも一撃をたるを狙うものとしてカステラッシュに入れれないっていうのはね、いやもう致命的ですよね。そう、パチンカーとしてダメですな、ね、みんなに攻められてさらに罰ゲームダメですな、みんないじめられて。さあポコちゃん行っちゃって、行きます、行っちゃってください。いただきます。マジでいいな、美味しいな。気合入った、気合入った。え、気合入りました。テンション下がってる。行きましょう。じゃあタモクルーズ、タモクルーズ、タモクルーズ。これ熱いと思いますよ。これは何ていうムービー予告的な。はい、よいしょー、竹内さんはこれで16ラウンド大当たり。この合戦ラッシュ中はこの16ラウンド大当たりが 75% もあるんで、いいっすよ、 75% もライトミドルとは思えない速さがあると。僕2回で終わっちゃったんですけど、僕もこれ2回目ですね。嫌なこと言わないでください。いやされずに飲むんですか、これ。おいた、今回じゃあいただきますよ。はい、えい、はい、あ、あなた、やばい、着きました。3連でも6で全敗っていうのが、こう来た、本当にリーチだ。とりあえず、おー、ここのヤクモだ。出た、今4打撃圧2つ出しました。あれ、これはもしや、これはもしや、ゆうきさんがやっちゃいましたね。